さあ双方向きを変えまして、これよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。山口大学自陣11ヤードからのセカンドダウン4で試合再開となります。パス不成功。ここで山口大再び外にいましたレシーバーにパスを投じました。ターゲットは10番でしたが、このパスが低すぎ、パス不成功に終わっています。結果ダウンがそのまま変わりまして、サードに変わります。さあ山口大学サードダウン4、中央に切れ込んだレシーバーにパスを投じました。密集点に入り込んだ98番、相手ディフェンス井中、見事にキャッチしまして攻撃権更新です。山口大学ファースト、ここで山口大学は99番を使用しました。見事キャッチしましたが、99番のウコン、山口高校出身3回生です。山口大学自陣25ヤードからの攻撃、ファーストダウン点に変わります。今度は外へ振ります。右に展開していた10番にヒッチパス、そこから10番がキャッチアンドラン決めまして、約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。山口大学はこの短い横へ展開するパスプレーによって、徐々に状況を有利に変えんと現在攻撃を展開している模様です。その軸になっているのは山口大学10番の木下です。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン5、今度はその10番にハンドオフ、左オープン、点が測りまして10番、そこからカットインしました攻撃権更新です。山口大学ファースト、今度はランによって攻撃権更新いたしました。10番の木下のダウンプレーです。さあこれによりボールオンは自陣38ヤードに変わりました。山口大学ファーストダウン10、パス不成功。今度は1点奥に走り込んだ42番にパス、しかしこれは高知大学も31番見事にカバーし、パス不成功に変えております。ダウン1つ変わりまして、セカンドダウンに変わります。山口大学自陣38ヤードからセカンドダウン10、ここで大きなプレーが出ました。右にクォーターバック流れて、そこから奥に走り込んだワイドレシーバー99番にパス、99番そこをキャッチしまして一気に独走、残念ながらサイドライン割りましたが、相手陣13ヤードまで前進してのファーストダウンです。見事に前進を更新し成功したのは99番のウコンでした。山口高校出身3回生。さあ山口大相手陣13ヤードからのファーストダウン10、密集点へのランプレーを選択しました。
今度はパワープレーで出ました。ランニングバックにボールを持たせまして、レシーバー選手固めての中央へのランプレー、力ずくで約8ヤード近いゲインを奪っております。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。さあレフリータイムアウト解けまして試合再開です。山口大学相手陣7ヤードからセカンドダウンスリー、パス不成功。ここでアイフォーメーションからカウンターフェイクでフルバック14番にパスを投じました。しかしこのパス乱れましてパス不成功でサードに変わります。山口大学サードダウン3、この3ヤードの攻防注目です。さあクイックアドルカの中央ダンプ見事決まりまして攻撃権更新、山口大ファースター。ここで直前までハドルを解かず、その終了間際にプレーしまして相手の守備の混乱つきまして見事攻撃権更新です。山口大学素晴らしい判断で攻撃権更新になりました。14番の中山のランでした。さあこれで山口大学は相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。ここでフルバックのランプレータッチダウン。ここでさらにダイブ重ねたフルバック14番、そのボールを受け取りましてそのまま密集点に突入しエンドゾーンに体をねじ込んでタッチダウン。見事ここでタッチダウンを重ねました山口大学14番の中山でした。広島情報高校出身3回生です。そしてトライフォーポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、山口大学24点、高知大学3点とその得点差広がっております。現在通信環境が不安定なためか若干駒落ちの状態が続いておりますが、何卒ご了承をよろしくお願いいたします。さあ山口大学着々とタッチダウンを重ねましてその差を広げていっております。高知大学何としてもこれを覆さんとここからリターンで攻撃の展開を図ります。さあこうしたリターンに入る、右オープンつきまして自陣38ヤード付近からの攻撃を得ます。
高知大学自陣38ヤードからファーストダウンテン。ナイスキャッチ、ファーストダウン。ここで高知大パスプレーによってまず最初のプレー、見事ファーストダウン更新となっております。右に展開した11番逆リードのパスながらこれを見事にキャッチ、そこからサイドラインに駆け上がりまして攻撃権更新です。高知高校高知大学ファーストダウン、見事なキャッチアンドラン決めたは11番の谷林、姫路西高校出身の2回生です。高知大学ファーストダウンテン、パス不成功、再びパスプレー、今度は3番がターゲット、しかしオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。高知大学セカンドダウンテン、ここでドロープレー、パスに仕掛けてランプレーによって突破を図りましたが、しかしこれは山口大に備えていました。1ヤードのゲインでとどまっております。サードダウンに変わります。高知大学サードダウン内、パスによる突破を図りました。ターゲット15番、しかしこれは山口大学10番パスカバーしフォースダウンに変えます。高知大学フォースダウンナイン、プレーを組みました。フォースダウンギャンブル、このワンプレーに攻撃権更新かけます。これはナイスチョイス、クイックパントです。クイックパントはプレーをすると見せかけ、そのフォーメーションからパントを蹴るというトリックプレーです。相手のリターンする構えをさせない形でパントを蹴りました。結果的にこれが好判断になりまして、山口大学自陣3ヤード付近での攻守交代となります。ここは高知大学絶妙の判断をいたしました。ボールオンは山口大学陣の1ヤードの位置にセットされています。山口大学攻撃取り返しましたが、厳しい状況からのファーストダウンに入ります。さあ自陣1ヤードからの山口大学ファーストダウンテン、そこを抜けます。フルバックのダイブプレーを見事に何枠14番絶妙のステップワークで見事攻撃権更新に変えました。山口大学ファーストダウン、ここでホイッスル負傷者が発生しております。しかしここで素晴らしいランを披露いたしましたのは山口大学14番の中山でした。本日はクォーターバックとしても活躍しております、広島城北高校出身の3回生です。山口大学自陣13ヤードからのファーストダウンテン、ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクに入ります。
現在時計は第4クォーター残り時間6分を指しております。この試合では選手の安全のため各クォーター約3分クォーターの際にウォータータイムアウトを設けています。さあこのクォーターも半分が消化した状況になっております。得点差は3タッチダウン差になっておりますが、高知大学はここでなんとかこの攻撃食い止め反撃に連とその機会を伺っております。それを山口大学を振り切らんと現在攻撃に入っております。試合再開です。山口大学ファーストダウン10、ここで QB スニークです。クォーターバックが受けるエナーすぐに中央に潜り込む QB スニーク、意表をつきまして約7ヤードのゲインとなっています。近年は NFL フィラデルフィアイーグルスがしばしば多用しておりますこのプレー、ここで山口大学は使用いたしました。山口大学セカンドダウン3、11番にボールを託しました。11番ハンドオフからスピードに乗って右オープンに展開し見事攻撃権更新果たしております。山口大学攻撃権更新になりましてファーストダウンとなっています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。見事攻撃権更新果たしましたのはランニング枠11番の木山でした。笠岡高校出身の1回生です。山口大学ファーストダウン10、ボールオンは自陣29ヤード。さあここでランプレーを投入します。テイルバックにトスしまして右オープンへのスイープレー、これによりましてブロッカーも生かしまして約6ヤードから7ヤードのゲインを果たしております。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られております。さあレフリータイムアウトをかけまして試合再開。山口大学セカンドダウン3。さあハンドオフカルドのプレー見事決まりまして攻撃権更新です。山口大学ファーストダウン、ここでキャリア10番にハンドオフさせまし、しましてそこから中央を飛び込ませて見事攻撃権更新となっております。山口大学ファーストダウン、見事攻撃権更新果たしたは何人枠10番の木下でした。池田高校出身です。山口大学自陣42ヤードからファーストダウン10、ファースト今度は10番に左オープンを使わせました。ショットガンフォーメーションから左に展開した10番にスナップ、トスをしまして
その10番が見事なフットワークで見事攻撃権更新としています。山口大学ファーストダウン。ここで高知大学が後半1回目のタイムアウトを取りました。攻撃陣の前進を許している高知大学、ここで残り時間も鑑みまして守備でありますが、ここでタイムアウトを使います。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。山口大学相手陣44ヤード角ファーストアンテンに変わっております。からランニングバックに託しました。ピッチを送った10番右奥に展開し、相手ディフェンスを突き飛ばしながら約7ヤードのゲインを果たしております。また中で倒れているため時計が回り続けます。この時間をいかに消費するかもこの状況非常に重要な要素になってきます。このあたりはさすが経験者、素晴らしい判断をしています。10番の木下です。池田高校出身、名門関西の古豪の府立池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン3振り切っている。どこまで行く、エンドゾーン行った、タッチダウン。ここでランニングバック10番にトスとして右オープンを使わせました。そこから10番カットインしました。相手のディフェンスと逆をつくように左オープンに展開、見事なルートを通りましてそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。素晴らしいランを見せまして、このシリーズを見事タッチダウンで完結しました。山口大学10番の木下でした。そしてトライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、山口大学31点、高知大学3点という形にスコアが変わっております。木下ここから左への展開、ルート取りは見事でした。高知大学のタックルを見事に振り切りまして、そのまま一気にエンドゾーンに駆け込みタッチダウン、追加点を上げる形に成功しております。着々とその差を広げております。山口大学のキックオフで試合再開となります。さあリターンに入る高知大、オープンをつきまして自陣35ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変えます。ここで2ミニッツウォーニングとなります。
さあ残り2分を切った格好を2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。清さん持っていこうかのメッセージ、おそらくこれは山口大学このまま勝利を目指せというメッセージと取らせていただきます。ここでプレーが乱れました。スナップ見られまして、なんとか校舎抑えましたが、結果的にはランプレーという形を終えまして5ヤードロスに変わっております。時計回っております。校舎大学セカンドダウンに状況変わっています。校舎大学セカンドダウン14、パス不成功です。外で展開していく11番にパスを投じましたが、ディフェンスのカバーありパスを投げ捨てる形で終えました。ダウン変わってサードダウンに変わります。高知大学サードダウン14、ここで大きなプレーが決まった。左に展開した4番にパス、そこから4番相手のタックルを振り切り一気に独走、そのまま最大に駆け上がり一気にエンドゾーンを突入、タッチダウン。ここで目の覚めるタッチダウンパスにより6点返しました。高知大学トライ4ポイントに入ります。ここはキックによる1点を狙います。高知大学ここで、タイムアウトを取ります。後半2回目のタイムアウトを取っております。先ほどのプレーの間に選手交代にトラブルがあった模様です。ここでの交代を避けるためにここはタイムアウトで確実にプレーを止めました。しかし見事なタッチダウンパスキャッチでした。4番左に展開したフラットパターンを取って、そこからディフェンスを振り切って一気に独走、相手ディフェンスはまさにその強を突かれるように無人の攻撃がかけがありまして、一気にエンドゾーンを突しで反撃となるタッチダウンを上げております。見事タッチダウン取りましたのは高知大学4番の原田でした。岡山総山高校出身の2回生です。高専の西尾様、高知大学4番ナイスのメッセージありがとうございます。先ほどから、この4番に対して注目されていたその4番、見事なプレーを披露しました。そのキックを、そしてトライ4ポイントキックを見事決めまして1点追加、高知大学10点、山口大学31点とそのスコア変わっております。さあその高知大学のキックオフで試合再開となります。試合時間残り1分7秒となっております。のぶり様、ゴーキャンプラーズのメッセージありがとうございます。山口大学としてもこの試合を
次につなげる形に収めるためにこの後の1分間の攻防に注目したいところではあります。さあ高知大学キックオフいたします。山口大学最前列に選手固めました。オンサイドキック警戒の模様です。オンサイドは短いキック10ヤードを超える程度のキックで自ら攻撃を得るギャンブルキック、これを行使するでしょうか高知大。さあいったオンサイドだ。しかしこれは山口大を抑えました。ですがここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあ果たしてどちらの反則か。キッキングチーム高知大学の反則です。オフサイド蹴り出す前にボールより前に出ておりました。オンサイド成功させんとフライングする形になった模様です。失礼いたしました。リターンチーム側の反則だった模様です。リターンチーム側のオフサイドです。リターンチームはキックするボールの位置よりも10ヤード離れていなければいけません。先ほどはそれより前に進み出ていました。結果的に5ヤード下がりまして、高知大学はキックオフやり直しです。従いまして自陣40ヤードからもう一度高知大学キックオフです。さあオンサイドた。しかしこれも山口大学10番が抑えまして山口大学の攻撃という形に変わります。なんとか攻撃権を取り返さんと継続戦とオンサイド完行しました高知大ですが、しかし残念ながら山口大学に攻撃権が移っております。山口大学自陣45ヤード43ヤードからの攻撃です。ファーストダウン10。山口大学ビクトリーフォーメーション取りました。すぐさま2ダウンしランプレーを終わらせる形で時計を回します。勝利に向けて時間を消費するためビクトリーフォーメーションと呼ばれる体系を取っています。これはいわゆるプレーをせずボールをそのまま保持したまま試合終了を図るという形です。勝者のフォーメーションとも言われています。山口大学セカンドダウン12。2ダウン時計を回しましてそのまま試合終了を狙います。ここで試合時間なくなりました。試合終了になりまして山口大学ギャンブラーズ31点、高知大学マリコーズ10点、山口大学勝利しまして決勝進出です。甲子園を目指すそのトーナメントにふさわしい熱戦となりました。双方最後まで手を緩めない激闘でした。両チーム首脳陣双方の健闘を称え合っております。甲子大学惜しくもここで今季終了となります。しかし苦しい時期乗り越えました。見事決勝トーナメント出場、見事な復活劇を見せていただきました。来季に期待ができる素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。
そして会う試合、見事決勝進出です。今季メンバーの中には4回生おりません。すべて1回生から3回生というまさに厳しいシーズンという形になっております。しかし3連覇畑さんとついに決勝に駒を進めました。さあここで先に名乗り出まして、これより決勝に備えます。果たしてその相手となるのは次に控えます広島大でしょうか、島根大でしょうか。まもなくその一戦が控えております。そして甲子大学、見事に戦い抜きました。その最後の挨拶に参ります。素晴らしい復活の試合でした。お見事です。マイコース、ナイスファイトでした。さあこれによりまして決勝トーナメント進出しましたら山口大学となりました。これにより甲子大学は今季終了という形になった子たちのその一戦となります。そしてその対決戦相手となります試合はこの後に控えております。この後に控えておりますが広島大学、島根大学の一戦、14時キックオフの予定となっております。これによりまして今季の中四国の勝者を決める決勝戦の進出者が決まります。果たしてどちらのチームがこのトーナメントの頂点を競う戦いに進みるでしょうか。注目の一戦、後ほど配信の先を変えましてこちらで再び放映させていただきます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速お武器車少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。その主人、その2人を案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間に仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれより劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーがまたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に伸ばすのかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物に対して勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれこれも愛し応援したいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目であったでしょうか。その続き楽しみとしつつこの配信一旦終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この後に続きます一戦もお送りさせていただきます。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。その配信実施いたしました私道楽やりちゃいでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。